すげえすげえ面白こんなもんだ。あーダメだ、今のは失敗だね。いや待って、この方法なら多分いけるぞ。待てよ、こんなもんか、言ってくれお願いだ。あとちょっとだね。すげえむずいけど、あ待って、今のぶつかった衝撃とともに上げて、もうちょ上げて、もうちょい上げて、あー来た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 、やったやった、なるほどね。あー俺が深く読みすぎてたわ、完全にこれは。でこれで多分上、あーでもこっからダメか、まだ終わってないのか、俺が向こう行くのか、なるほどそういうことか、はー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 って感じ。なるほどね、なるほど。こんなもんかな。あー違う、うんとね、木箱と一緒に俺も浮かび上がると。押せない。木箱と一緒に浮かび上がるんじゃないのか？俺ごと。違うのかな？一旦、浮遊させた状態で、この状態で、待てよ。こんなもん、いけそう、いけそうだったけど、また戻っちゃった。あー、戻っちゃった。一緒に上がるんじゃないのかな？よし、来た。で、俺も向こうに行って何になるんだ？俺も向こうに行って、案外さ、これ反対側から行ったら持ち上げれたりしないかな。行けなさそうだね。主人公の力を持ってしても、無理っぽいな。でももうちょっとな気するな。あれ全体のフロアが傾くのかな？したらこっからやったらさ、斜めになってるから、ストンって向こう落ちないかな。ちょっとこの状態で向こう側行ってみるか。よし。あ、待って、これ死ぬ！ああ、忘れてたわ。やり直し？やめてくれ！やり直しだけは、ちょっと進んでてお願い。はい、進んでないですね。はい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 。オッケー。まあ、お茶の子さいさいよ、ここは。おい、慣れたもんだ。慣れたもんだ。ということで、行くぜ。こんなもんかな？で、ここは俺だけ先に降りるわ。その方が安全だから。安全なので、俺だけ先に降りる。で、このまま持ってって、持ってって、行きまーす。はい、ここのマシンガンも、木の箱があって、人と認識、このリンボの主人公、認識できなければ関係ないと。そして、これを使って上まで上げちゃう。で、これは、大体ですけども、ここら辺かな？ここら辺でいっか。まあ、できるだけギリギリを極めたい。こんなもんだ。この状態で向こうまで戻ると。で、左まで戻ったら、さっき坂になってたからさ、これ、磁石ではなく、単純に重力が変わることを想定すると、そう、こうやって手前側に落ちてるわけですよ。あの、蝶々はなんだろう、誘惑してんのかな、なんか、惑わせに来てんのかな、わかんない。で、この木の箱を使って、ここら辺かな。大体。で、木の箱で上に登るしょ？よし、こんなもんだな。で、ちょっと出た瞬間に、こんなもん。で、一緒に行けばこのまま登れると、よし、行った！よし、行った！このまま行くことが大事だった。この状態から、お？なんだ、ここのステージは。なんか変な声聞こえる、鳴き声。お、まただ。なんだこのギミック、とりあえず押してみる。おお、全部上がるぞ。で、これが磁石？お、ブオーンってなった。ブオーンって。こま、上げて。で、磁石を離すと。はい？とりあえず両方ともつけっぱで右側行ってみっか。あ、で、右側関係ないじゃん。これそのまま真っ直ぐ行けるんでしょ？行ける。待って。ちょ、さ、もう一回左の電源を切ってみる。あ、形が変わらない。磁石が働いてる間はくっつくということか。ほうほうほう。これ多分左で、右行くしょ？で、これが、上まで行っちゃうとできないから、つけた瞬間、いや関係ないな。つけた瞬間に、違う。さっきの木の箱使うとかないよね。いや、さすがにないよな。もうないだろ。ダッシュ案件じゃないのかな。動かせるわけないよね。さすがの主人公でもこの
重そうな、なんか石みたいな、鉄みたいなのは。さすがに無理だよな。で、この磁石が働いてる間は上にくっついた状態だと下に落ちないと。これ途中で止めたらどうなんだ？あ、その後すぐ入れても落ちちゃう。ということは、これなんか右側になんかあるんじゃない？もしかしてこの上げた状態で。いや、なんもないよね、ここ。なんもないわ。なんだあの右の矢印は。この状態だったら上上がれるけど、時間制限もなんもないよな。時間制限もなんも、あ、これもしかして紐でも登れる？登れないね。どうなってんだこれ。もうちょっとで答えが出そうなんだけどな。なんかこういう単純なギミックだからこそ何かできるというか、単純だからこそ難しいみたいな。だからこの磁石つけた状態でできるわけでしょ？外したら上にくっついてる。これなぜかというと磁石が働いてるから。で、この磁石が働いてる間は上にくっつけばと。くっついた状態が維持される。で、主人公は上がんないよな。待ってくれ。待ってくれ。なんだ？なんか忘れ物したか俺。いや、もう上がれないってことは忘れ物はないんだな。この状態で、上に上げて、上げて、もう両方とも上に上がっちゃうでしょ？で、多分行くとしたらこうでしょ？は、待って、単純すぎて逆にわかんねえ。単純すぎると選択肢の幅が少なくなるからさ、単純にわかんねえ。やべえ、俺、多分ドツボにはまってるわ。だって、こんな簡単なところみたいな感覚なのに全くわからないっていう、このなんかおかしな状態になってるから、やばい。どうなんだこれ。ちょ、待てよ。この磁石をつけた状態で、左のボタンを押したらどうなんだ？いや、関係ないよな。はぁ？謎です。謎すぎる。なんだ？え、だってこれギミックってか、このさ、操作するところが2つしかないわけじゃん。2つしかないということは、多分4通りぐらいだと思うんだよな。っていうことじゃないの。考えられるやり方は4つぐらいしかないんじゃないのか？逆にそれが罠にはめるための、なんか常套句というか、そういう感じなのかな。罠にはまってんのか？両方とも開けた状態で左に行くとか。これ音変わるから多分違うんだよな。だからこの右のみってか、ここのなんか磁石とか電磁波とかめっちゃ体に悪そうなもんバチバチ出てるような場所で何か解決させないといけないんじゃないかなと俺は思うんだけど、ワンチャン右のやつ動かせるとか。へえ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 、どういうこと？だってあんなに遅く下がられたら無理じゃん。左に行くんじゃないかな。この隙間あるでしょ、ここに上にね。これ多分この大きい石が左に行くんじゃないかなと思うんだけど。上まで上がったら関係ないもんな。これ後で使うのかな、ここは。だから、これを使ってなんとか左に行かないかな。え、全然行かねえ。え、何してんの俺。この石、上の石をなんとか左に持ってけないかな。この状態で、タタンと磁石の方で、なんかさせんのかな？今なんか反応した？ダメか？待ってくれよ。もう上まで上げるでしょ？上まで上げて、これ重力の方を傾けた状態で、重力というかどういう原理で上に上がってるかわからんけど、これ磁石で。ダメか？関係ないか？ほん、謎すぎる。謎し、へえ、わけわからん。ちょっとでも左側に寄ってさえしてくれれば、だから、ここに手をかけて乗れるぐらいのスペースを作ってくれれば、こうやってピョンといけるんだよ。へえ、おい、やべえぞ、1時間経つぞ、やべえ。無理や。無理すぎる。すまん。神の手を、神の手使うわ。第2の神の手。やべえ、神の手癖来そう。つきそう。でも極力使いたくないと常日頃思ってるんだけど、これね、多分一生クリアできる気がしない。なんだ、単純だからこそ、あえて、なんかめちゃくちゃ難しくなってるというか、ごめんなさい、ほんと。使いたくないんだけど、使いますわ。リンボ、コウ、略、チャートなんぼだこれ。俺だって使いたくはないんだけどよ。
すまんな、すまんな、俺だって使いたくはねえんだ。使いたくはねえけど全然わかんねえからさあ。待って、これはチャート6なのか。チャートってどっからどこまでのこと言ってんすか。これ、これ30ぐらいかな。あ、ここだ。え、待って、うわーうわー、待って、おーい、マジかよ。なんでそんなん気づかなかったの俺。うわ、これさ、わかったわ、画面右側隠れるからわ、だわ、こ、いや、これ、おい、おい、マジかよ。うわ、ほんとだ、なんでこれ気づかなかったの。なぜここで神の手を使用してしまったのか。もうしょうがねえから行くわ。なんだよ、おい。いや、嘘だろ、マジか。ということで実況終わりますわ。いや、めっちゃ悔しいな。いや、使いたくなかった。うわー、いや、きつい。ということで、ご視聴ありがとうございました。また見たかったら見てください。では、バイバーイ。